ベルトラン・ボネロは、フランスの映画監督、脚本家、作曲家。1968年9月11日、フランスニースで生まれ、パリとモントリオールで暮らす。1996年、ピエル・パオロ・パゾリーニの伝記を元にした、短編、クイ・ジュ・シュイを制作し、映画監督としてデビュー。2年後の1998年には、初の長編、何か、有機的なものを制作。 第48回ベルリン国際映画祭のパノラマ部門で上映された。2001年にジャンピエール・レオン映画監督役に起用したポルノグラフは同年の第54回カンヌ国際映画祭の国際批評家週刊部門に出品され国際映画批評家連盟賞を受賞。2003年のティレジアは第56回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映された。 2008年、マチュー・アマルリックを映画監督役に起用した戦争についてを発表。第25回マイアミ映画祭のカッティングエッジコンペティション部門でグランプリを受賞した。2011年には19世紀から20世紀の高級召喚を舞台にしたメゾにある召喚の記憶を発表。第64回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品された。第37回。 セザール賞では7部門にノミネートされ、アナイスローマンが衣装デザイン賞を受賞した。2014年、ギャスパー・ウリエルを主演に迎え、イブ・サン・ローランの電気映画、セイント・トローランを制作。第67回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映された。また、第87回アカデミー賞外国語映画賞の フランス代表作品に選出された。2015年、パリでテロを計画する若者たちを描くアクション映画、パリエ・ユヌフェットを制作。同作は2016年に、ノクトラマ、夜行少年たちと解題されて発表。カンヌ国際映画祭への出品は見送られたが、サンセバスティアン国際映画祭や、マールデル・プラタ国際映画祭などのコンペティション部門に出品された。 ルキノビスコンティに影響を受けている。スプリットスクリーンを好んで使用する。また、作曲家としても活動しており、自身の監督作の音楽も手掛けている。クラシック音楽に造形が深いことでも知られる。セイントローラン、サンローランまで、撮影監督を担当していたジョゼで A は元妻。ありがとうございます。